こんばんは、かんだまです。今日は、ででん。カップヌードル。ご存知の方多いかと思いますが、私一口が超でかくて、カップヌードル以前3口で食べ終わったんですよ。27歳、かんだま。果たして何口でカップヌードルを食べ終わるのか、検証しまーす。お湯はちょっと少ないくらいしか入れません。テレレテテテテテレレテテテテテレレテテ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 。なんだ。オープン。一応時計も用意ドン。いただきます。そう。うん。もっ。久々食べるとうまっ。あっか。うん。うまい。3口かよ。あとは具だけ。つまり麺は3口で食べ終わるっていう。ごちそうさまでした。あ、止めるの忘れてた。はい、ちょうど5分。モテたい女性、いい子のみんなは絶対に真似しないでください。これはね、学生時代に酔っ払って食べた時に、あ、自分ってこんなに一口でかくいってんだって気づいたことをご紹介しました。だから彼氏ができないんです。だよね、思うよ。私もチョコです。チョコこっち向いて、チョコこっち向いて、向かないよね。というわけで、女子力向上頑張ります。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日、バイバーイ。